皆さんこんにちは、こんばんは。第17回目は色の作成を行ってみたいと思います。前回、やっと、マップをね埋め尽くすことができましたので、やっと他の話に移れるわけですが、今回は、色の作成ですね。で、まず、前回ですね、前回まで、何やってきたかっていうと、ここで、区形を描画して、ここでマップを描画して、ここで文字を描画しているということで、3つの処理をね行ってきたわけですが、でいざ実行してみると、マップの描画と、文字の描画はできてますけれども、区形はどこ行ったんだっていうことなんですが、これはソースのこの記述の順番ですね。最初に区形を描画してるんですけれども、その後に、マップを描画して、上書きしてしまってるんですね。なので、区形をね、ちゃんと表示させたければ、これを切り取って、で、こっちに、ね、移動させれば、区形も、描画されるんじゃないでしょうかね。こんな感じで。これ区形ですね。で、今のところ文字が黒で、区形も黒ですけれども、それはなぜかというと、区形の色を指定しているのがこれ SB っていう変数ですね。で、文字もここで、SB という変数を使っているって、同じものを使い回しているので、同じ色ですということで、で実際の、色の作成はここですね。より正確に言うとブラシの作成なんですが、筆の作成ですかね、日本語的には。でここでブラックなので、ブラックと。だから例えばここをホワイトとかですれば、文字も区形も白で描画されるっていうことですね。ではまず手始めに、今のところ文字も区形も同じ白ですけれども、これの色を、それぞれ別のものにしてみたいと思います。その場合どうすればいいかというと、これを、複製します。コピペして、で変数名が同じだと、紛らわしいので、紛らわしいのでっていうか、エラーになってしまうので、片方は、白ホワイトで、片方はブラック黒ということで、こんな感じの変数にしてみたいと思います。でブラックと、で、区形は、ブラック。で、文字はホワイトにしてみたいと思います。こんな感じ。これで、実行してみます。そうすると、当然、こんな感じで表示されますね。では次に、せっかくなので、この区形ですね、もうちょっと大きく表示してみたいと思います。区形のこの、意味は、最初これが色ですよね。筆、どんな筆を使いますかということで、今作ったブラックの筆を使っています。でこれが、左上座標 X 座標 Y 座標で、これが幅高さっていうことになってますので、とりあえず X 座標を、例えば10とかですればどうなるかというと、こんな感じで、左側に表示されますね。でじゃあ例えば幅を、このウィンドウの全体が854なんで、そこから左右10引いて、834とかってすれば、かなり横幅全体に表示されたりします。で、Y 座標も同様に、例えば200とかで、幅もじゃなくて高さか250とかってやれば、ちょっとねウィンドウっぽく表示されますよね。ちょっと大きめですけれども。でこうなってくると、あの文字をねこのウィンドウ上に表示したいですよね。でそれはどうすればいいかっていうと、ここで、文字を描画していますけれども、座標はここですよね。 X 座標 Y 座標、これを例えば20とか、
210とかですれば、まあこんな感じでね、なんか一気にゲーム画面っぽくなりましたよね。で、こうなってくると、まあ欲が出てというかですね、まあもうちょっと画面の見栄えを良くしたい、まあおしゃれにしたいってなってくると、まずあれですよね、ウィンドウが真っ黒ってなんだよってね、ドラクエのかよってね言われてしまうので、じゃあまあとりあえずね、ウィンドウの色をね変えてみたいと思います。まあ黒だとドラクエなので、じゃあまあ青にしますかね。色を作ってるのはここなので、このブラックっていうのをやめて、ブルーにしてみます。これで、保存してコンパイルして実行すれば、まあ当然青くなると。まあこれでちょっとだいぶ印象変わりますよね。で、まあじゃあこれで、じゃあこれがおしゃれかって言われたらね、まあ別ですけれども、じゃあなんでそのおしゃれに見えないかっていうと、まずそもそも色の指定ですよね。なんかね、白とか黒とか青とかってなんか原色ですよね。もうちょっとなんか中間色っていうかね、違う感じの色を表示できないのかってね、思いますよね。で、そうなってくると、この色の指定の仕方、ね、ホワイトとかブラックとかブルーとかってなると、まあ、当然限られてきますよね。で、まあ、どのぐらい用意されてるのかはわかりませんが、なんかあまり中間色とかね、表現できなさそうですけれども、まあ、当然、まあ、そういった、中間色的な、任意の、色を、指定することもできます。とりあえず、まあ、中間色と言っておきながらなんですが、赤を表示してみたいと思います。こんな感じに記述します。255、255、0、0、括弧閉じ。こんな感じで、保存して、コンファイルして実行すると赤くなります。次に、緑にしてみます。こんな感じで緑になります。次に、黄色にします。とまあこんな感じで、まあここのね数字を変えれば色が変わっていくのが分かったかと思うのですが、じゃあ具体的に、どんな意味を、まあ、それぞれ持っているのかというと、まあ、こうですよね。まず、この、from ARGB ですけれども、まあ from は、まあ英語の from ですけれども、ARGB ってなんだって話ですが、これはこの4つの数字のことをそれぞれ意味しています。これが A、R、G、B となっています。うん。で、0とか255って書いてあるのは、まあそれぞれの割合ですね。ちなみに A は、透過、R はレッド、赤ですね、G はグリーン、緑、B はブルー。で、それぞれの4要素の、割合を、ここで指定すると、まあ、その色が混ざった、ものが表示されるということになっています。で、最小値は、0、最大値は255となっています。ですので、薄い青で表示したければ、例えば100とかでやれば、まあ、黒っぽいですけれどもちょっと青っていう感じの色になると。ちょっと青でもないかまあそれなりの青ですよね。でまあこういうね色の方がちょっとおしゃれっていうかかっこよく見えますよね。で、青成分が100で、例えば緑成分が150だったら、まあ水色だけれども、ちょっと、緑が多めの、間違えた。水色じゃないですよね。ここは赤だった。あれですよね。この、
こうですね。まず色の三原色ってね、聞いたことあると思うんですけれども、学校の授業でね、美術とかで習うと思うんですけれども、赤と青と黄色ですかね。で、それと同様に、光の三原色っていうのは何でしたっけ？高校のなんかで習うんでしたっけ？ちょっと忘れちゃいましたけれども、R と G と B と。で、それぞれの割合ですね。混ぜ合わせて色を作るのは変わらないですけれども、光の場合は全部混ぜれば、白になるみたいな。ということで、例えば255、255、255だと、白になるというのが、色の三原色とね、異なるところですけれども、とにかくこの3つの組み合わせで、好きな色を作れるっていうのが、この関数になります。で、最後にこれですね。この A っていうのは何みたいな。RGB は分かったけど A は何ってことなんですけれども、これは、透過割合を示しています。透過っていうのは、半透明ってことですね。透明の透過。で、255だと、全く透明度。透明度って言えばいいのか。透明度が全くなくて、逆に0だと完全に透明になります。なので、これで実行すると、青ではなく、何も表示されない。こんな感じ。ね、パッと見、何も表示されてませんけれども、実際のところ透明度 100% のウィンドウが表示されています。なのでここを0か255とかではなく、100とかにすれば、半透明になるとね。で、半透明だとますますね、おしゃれおしゃれって言い方あれですけれどもね、いろいろね、自由度が高まりますよね。ということで、こんな感じで色はこの透明度と RGB の組み合わせで、さまざまな色を作り出すことができます。で、どんな色で解説を進めてもいいんですけれども、結局ね、なんだかんだ言ってね、黒が見やすいんですよね。ということで、こんな感じ。これがね、結局パッと見見やすいんですよね。もうちょっと黒の成分が高くてもいいぐらい。このぐらい？この方が見やすいですよね。ということで、次回以降は、ここにね、せっかくウィンドウっぽくしたので、残りの文章ですよね。本来文章長かったのに今これしか表示してませんけれども、そういった感じで、進めていきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。